ミニゲームのビーチでバカンスの中にある特別なドリンク一緒に飲むやつかなを計3人やらなきゃいけなくて、あと2回やるのと、あとトロフィーに、全員全ての遊びを全員で遊ぶっていうやつがあるんで、それを今からやろうかなと思います。ああ、こういう感じになるんだ休憩した体なんね。今何個あるんだろう。あ、てか何個、67個もあったら全員いけるよね。次は頼んだぞ。いいぞ、左だ左だ、左だ、いいぞ、そのまま集中だ。ちょっと左かな、左だ、真っ直ぐ左。やば、いいぞ、どうした、私そこだよ。え、めっちゃ綺麗よし、バッチリだ。ああ、おかげで楽しめたよこれぞできる男、マキアス・レイグニッツ。ちょっと待って、先に女子やろう。アッシュ、背高いね今更だけど。マジか、これ全部見なきゃいけないんかマジか。 VR モードって私の動画見てる人やったことある人いるのかな。まあおるよね。 VR か、やってみたいっちゃやってみたいけどね、それを人に見られたくはないよねよし、上から行くか。ね、カップルドリンクだよ、どうするいうな。千の奇跡3も4もさ、残念ながらちょっとユウナを選ぶっていうことが全然なかったんで。てか私はね、ユウナはね、何回も言うけど、ユウナはクルト君とくっついてほしかったんですよ。教官ちょっと待ってください。あー、ミラねうん、っていうかあれよね、私ミュゼとエリーを見たことがあるんですけど、あ、いや、座り直したわなんかさ、本当になんか、あの、なんだろう、ユーユーナか。その教官、久々のミシュラム、ゆっくり休めてますか？うん。クロスベル人としてそう言ってもらえると嬉しいです。ちょっと肌寒いですけど、今日はいい天気になってよかったですね。でもちょっと心配ですね。日焼けしちゃいそうで。ん？うん。やっぱりそうですよね。ごめん、全然聞いてなかった。後でアブに日焼け止めを塗ってもらわなきゃごめん、日焼け止め塗ってあげようか。ウリバルト殿下の結婚式、本当に素敵でしたよね。ね、知らんけど見たかったな。ああいうのに憧れたりしますか？え、リーン君が、リーン君が憧れるかどうか知らんそうですよね、はあ、私もあんなお嫁さんになれるかな。ね、なれるなれる。家庭的だし、言うな。リーン教官、変なところ見たりしてないですよね。え、全然見てないよ。申し訳ないぐらい見てない。見たりしてないよそれなら安心ですけど。あの、リーン教官、この水着なんですけど、うん、私的にはちょっと攻めすぎかなって思ってるんですけど。うん、攻めすぎだと思う。似合ってますか？似合ってはいる。似合ってはいるよ。似合ってはいる。かわいい。でも、ジロジロ見るのはダメですよ。なんかスポーティーさの中に、かわいさがあるよね。よし。覚悟が決まりました。はいはい。リン教官、カップルドリンク今から一緒に飲みませんか？飲みましょう。あの、はい、リーン
教官。はい。できればそのまま動かないでくださいね。どう飲めば。よし。これコいきますよ。はい、どうぞ。コップを飲んだ方じゃない、持った方がいいのではこれ。そこ見てるの？ちょっとリン教官、どこ見てるんですか？いや、私もそう思います。今はドリンクを飲むことに集中してください。はい、こうですか？なかなか飲み干すの大変ですね。何味なのこれ？メロン、レモン。なかなか飲み干すの大変ですね。しょうがないな、顔見てあげるよ。ドキドキ。何ですか、林教官？私の顔に何かついてますか？何かついてるといえば、ピンなんて書いてある？ラブ？あんまり見つめないでください。私の顔はいいですから、ちゃんとしっかり吸ってください。ラブミッドピースって書いてあるのかな、ピン。あんまり見つめないでください。他に見れるところって。私の顔はいいですから。下半身見れる。ちゃんとしっかり吸ってください。お腹とか。懲りない人ですね。もう本当に、ね、今だけですからね。いいんだ、いいんだって。懲りない人ですね。2回ずつぐらいかな。もう本当に、今だけですからね。うん、だいぶ体勢ついた。リン教官。はい。私のドキドキ、もしかして聞こえちゃってますか？いや、聞こえるでしょう。聞こえます。これはさっき体を動かしたからで、別に教官を意識しているわけじゃありませんから。恥ずかしい。かわいいな。まさかこんなことになるなんて。ほんとよね、私もそう思う。はい。災難ってリンク独り占めできる時なんて全然ないと思うよ。大事にしよう、この思い出を。なんだかんだで楽しかった、よかった。でも教官、はい、いくらバカンスだからってちょっと浮かれてるんじゃないですか？でもリン君に私は浮かれててほしいな。まあいいですけど、私も捨てたもんじゃないってそう思っておきます。うん、ほーい、ありがとう。楽しかったよ、可愛かった。はーい、トロピカルラバーズ決めた。この動画は編集せずに垂れ流しでいこう。垂れ流しでいこう。うん、アルティナ行こう。どんなテレが見れるんだろう、ニヤニヤ。え、どこどこ、え、どここれ。あら、かわいいね、タピオカ。あの右の右側のあそこね。場所変わるんだ、人によって。仲良し姉妹だね。ね、うっかり言っちゃうね。知りません、かわいい。タピオカミルクティーね、すごいね、溢れてんじゃん。あ、寝てんのね。やっぱり教官には私がついていないと。うたたね、かわいい。
心地よすぎて一瞬寝てましたその寝言とか言っていませんでしたよね。言ってた言ってた。私がそんなことを聞き間違いです。絶対に。あ、寝言言ってなかったようで、はいって言わなきゃいけないんだ。最近は芸術の授業以外でも絵を描いてみたりしてるんです。そうなんだ。帰ったら今日のことも書き残して皆さんに見てもらいたいです、ね、あーいいね。絵日記とかね、もちろん。はい。あれ、妙に期待した目をしてますね別に皆さんの水着姿を鮮明に書き残そうというわけでは。そっち、フラッチです。全く共感は。思えばこんな広い湖で泳ぐというのは水泳部でもなかなかない経験ですね。確かにね。せっかくですし、沖合まで行けるかぜひ挑戦してみたいです。え、帰ってこれる？まあイエスかな。頑張ります。私が選んだ部活での成長、どうか見届けてください。うん。二人きりになるのも結構久しぶりな気がします。以前教官が呼んでくれたことがありますが、私をまだ相棒だと思ってくれていますか？え？え、これ選択肢？イエスじゃないの？あ、いいがいいんだ。そうですか。難しい。ちょっと安心しました。女の子難しい。最近は芸術の授業以外でも、うん、絵を描いてみたりしてるんです、うんうん、帰ったら今日のことも書き残して皆さんに見てもらいたいですね正解を選べなさすぎてもう一ループ来たんだけど、ん、あまり乗り気じゃなさそうですね。せっかくの二人だけの思い出だから。本当に共感は、本当に共感はダメですねダメですね。はい、巷で流行ってるというタピオカミルクティーの自撮りを2人で楽しんだ。かわいい。なるほどね。アルティナとは、ま、割と合法的な感じなんですね。特別な時間を楽しめたのでしょうか。うんね、フラチさね。うわ、めっちゃなんか今めっちゃ VR やりたい。めっちゃ VR やりたい。今のアルティナめっちゃ VR で見たかった。うん、見たいね。ちょっとアルティナ難しかったわ。あ、そうなの？へえ、そういう縄があるの？いや、とりあえず一周しようかなとりあえずね、最善は尽くすけど、最善は尽くすけど、でもこれ覚えてるか問題あるよな。アリサ行きますか。なんでミューゼにしたんだろう。あ、アリサとミニゲームやったからか。ミニゲーム、バナナボード。いやー、アリサさんはね、デッキチェアなんだ。近くない？え、これってさ、あの、わしアリサルートなんですけど、これ変わったりするんかね。でもガチすぎるけどね、そしたらね恋人同士だからね。え、すごいよね、シャロンさん。どうだろう。ふふふ、お嬢様お嬢様。あ、ここにあった。あら、おしゃれ。おしゃれね。みんなあれじゃないんだ、なんとかジュース。アリサかわいいね。なんか正規ヒロインって感じする。風格が違う思えばあなたとはいろいろなハプニングもあったものだけどね。今さら私と過ごすくらいでドキドキしたりはしないでしょ。するでしょ、いつでもするよ。え、ん、ノー。そうなんだ。そっか。よかったね。ところでリーン、はい、あなたもしかして他の女の子
子もこんな風に誘ってるんじゃないのよね。よくお気づきで。嘘つくべき、正直に言うべき、君だけだよ、ノー。まあいいでしょう。少なくとも今は私だけを見てくれているのは確かだものね。そうだね。実はこの水着前にシャロンと一緒に選んだんだけど、少し派手じゃない？派手？いや派手っていうか面積の話かな。そんなことない、そんなことないよ。あ、もっと派手な方が好きってことかしら。ああそういうこと。まああなたが言うなら今度挑戦しても。なんでもない。いやイリアさん目指しちゃダメだよ。思ったより日差しが強いし、日焼け止めを塗り直そうかしら。あ、塗ってあげようか。後でお願いしてもいい？うん、いいよ。即答。声が裏返ってるわよ。かわいい。それじゃあまた後でね。うん。なんだか顔が熱くなってきたね。顔真っ赤だよ。アルコールが少し回ってきちゃったからかしら。あ、そうよ。なんか赤いなと思ってたんですよね。はい、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 じゃないんだ。うい。まだまだ楽しみ足りないし、体調には気をつけましょう。え、むずい。そっか、特別なイベントってあれか。よく見たらメッセージが添えられてるわね。なになに、どこ。花飾りはミーシェからのささやかなプレゼントだよ。あなたの手で最愛の人をきれいに飾ってあげてね。あ、これ私がアリサやってるから。そういう意味だったのね。つけてあげようか。ミーシェも下世話というか。おふん、リーン、それでどうするの。今すごくアリサを最後にすればよかったっていう後悔がすごい。あ、やだ。結構いい感じかしら。かわいい。かわいいアリサ。腕につけたの？髪の毛にもつけたいな。まあでも腕だったらわかりやすいか。そのよかったらもう一つもつけてもらっていい？うん、いいよ。わー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 、 VR、 VR カメラください。わしに VR カメラをください。何を見ているの？いや、まだギリギリです。顔見てます。か、え、なに、ね、リーンくんどこ見てるの？私顔見てるんですけど。ね、リーンくんどこ見てるんですか？え、ね、父以外見られないんだけど。何なんだこのゲーム。何なんだこのゲームは。本当に顔赤い。あ、ひやっときた顔が。あら、どうしたの？可愛いなと思って。むずいな。前から思ってたけど、うん、あなたの瞳って綺麗よね。じっと見ていると吸い込まれちゃいそう。わかる。リンくんいい目の色してるよね。リイン、もうしょうがない人ね。いや、こていうかさ、今だけなんだから。今だけなんだから。この状況です。もうモロですよ、その父。モロなんですけど。どこ見ろっちゅう。他にいい、うん、もうしょうがない人ね。今だけなんだから。しょうがない人で、片付けられるね。前から思ってたけど、あなたの瞳って綺麗よね。じっと見ていると吸い込まれちゃいそう。いや、正規ヒロインだったわ。かわいい。あ、今ついてる。こういうのって恥ずかしいわね。そのどうかしら、似合っている。めっちゃ似合ってる、めっちゃ似合ってる。めっなんで。ありがとね。なんでリーン、これはリベンジですわ。なんで、なんで、はいって言ったらダメなの。女の子難しいよ。女の子難しいよ。ね、今の髪飾り普段からつけてほしい。くれんかな、アタッチメント。花飾りも嬉しかったけど、本当に満たされた気分だわ。よかった。こうやってあなたと二人で
他愛ない時間を過ごせただけで。俺も同じさ。またアリサとこんな時間を過ごせたらいいな。ええ、楽しみにしてるわ。なんかツンツンなアリサもいいかもしれないけど、私はこうやって素直なアリサ見られるのすごい可愛くて嬉しいな。あ、やったーやったー、めっちゃ嬉しい。これ可愛かったもん。ちょっとアリサは一番最後にリベンジですね。ね、リンク。さあ次。アリサにあんなこと言ったけど、わしはね、ごめんね、これトロフィーなんよ。これゲームのトロフィーなんすよ。いや、しかしちょっと次にラウラとエマに行くのはきっちいな。エリーゼ行こう。兄弟行こう。デッキチェア。ノンアルコールカクテルなんだ。うん、よかったよかったね。あー、なんかめっちゃ兄弟。あー、でも兄弟って言っていいんかな。エリゼファンの人ってリン君とくっついてほしいの？どうなんだろう。エリゼも応援したいけど、パトリックという人が出てきてしまって。ここ数年で多少は成長できたつもりでしたが、うん、やっぱり私はまだまだ未熟ですよね。もっと男爵家の子女として、兄様の妹としてふさわしくなりたいです。ん？難しくない？え？はい、はい、じゃないんだ。見ていてくださいね、兄様。これからも頑張りますから。イエスのむずい。こうして二人だけでお話しするのはいつぶりでしょうね。こんな時間がずっと続けばいいのに。そうだね。嬉しいです、兄様にもそう思っていただけて。せっかくいただいたこの時間を大切にしないとですね。女学院ではいまだに灰色の騎士は大人気で、サインをせがまれたりもしょっちゅうなんです。その兄様も以前は複雑に感じられていたようですが、今では前向きに受け止めていらっしゃるんでしょうか。確かに。え、なんでわしに聞くわな。私はリンクに聞きたいけど。え、注意して難しいんだけど。はい、はい、はい。そうですか。だったら私も嬉しいです。あれ、でも兄様が女性たちに騒がれる状況を受け入れるとなると、なんだか今度は私が複雑な気持ちになってきました。実はこの水着、今日のために姫様と一緒に選んだんです。そのへそがすごい。似合っていますか？似合ってる、めっちゃ似合ってる、本当に似合ってる。ピカイチやよ。ありがとうございます。ちょっと恥ずかしいですけど、兄様に見ていただけてよかったです。お兄ちゃんに見てもらってよかったという感情が分からん。少しお体の方を見せていただいてもよろしいでしょうか。何？胸とか？いいよ。よかったです。胸の傷、うん、あれから痛むこともなくなったみたいで。それに小さい頃と比べると本当にたくましくなられて。すみません、思わずはしたない真似を。いやー、エリゼだから言えるよね。兄弟だな。いやー、この二人の間からすごい好きなんよね。ノンアルコールカクテルもなかなか美味しいですね。うん、いずれ成人したら
兄様と本物のお酒を飲んでみたいものですが。ほんとね、兄弟でね。あら、よく見たら小さな手紙が添えられていますね。ミーシェからのささやかなプレゼント、飾ってあげてね、ケイ。最愛の人ですか。兄様、これどうしましょうか。もちろんつけてあげるよ。私にはもったいないようなでも嬉しいです。このグググっていく感じねえ、むずい。ちょっと待って、そっちじゃないよ、リンくん、こっちだよ。そのなんだか今は兄様の目を見れません。かわいいかわいい、ほんとだ、見てない。ですから兄様、あまりからかわないでください。ねえ、 VR 誰か持ってきて。ねえ、 VR 持ってきて。ですから兄様、あまりからかわないでください。ねえ、めっちゃ怖いくないこれ。ねえ、めっちゃ怖いくない。ちょっと待って、次はこちらを。兄様、はい。じゃないですか。ムードね。あの、はい。そんなにじっと見ないでください。いや、だって水着かわいいなと思って。兄様が見たいとおっしゃるなら、もちろん勇気を出しますけれど。謎勇気なわけなのだが、あ、腕があった。なんだか照れますね。そうだよね、ジュースの時ジュースがあったもんね。来ないな。あ、いえ、すみません、不意に思い出してしまったんです。まだ小さい頃、こんな風に兄様が草花のアクセサリーをつけてくれたことがあったな。あー、かわいい。あの時と同じ。これはあくまでミーシェが仕込んだお遊びですけれど。なん、突然、どっち、はいはい、いや、むずい。それでも私は嬉しいです。ねえ、むずい。またこんな風に過ごすことができて、次の機会があるならもっと何でもありません。終わっちゃった、強制的に。あ、かわいい。あ、かわいい。え、かわいい。かわいい。これはデレデレですわ。楽しかったね。あ、ここも動かせるんだっけ。そっかそっか。ね。まあ、兄さんだからね。子供の頃みたいな気分か。そう思ってくれたら嬉しいね。できれば、そのもう少し踏み込んで欲しかった気もしますが。ほう。お気になさらず。兄様のそういうところも分かってますから。そうですね、今後はむしろ妹の立場を存分に活用するという手も、うん、いざとなればミュゼの悪知恵も借りてどんどんリンクを困らせてやれなんだか燃えているなうん、ありがとう、めっちゃ可愛かった。はーい、ちょっと待ってください。皆さん、私今垂れ流しでこの動画を投稿しようという決意のもとやっておるわけなのですが、まだね、30分経ってんのに3人とマキアスしか終わってないんですよねあ、いや、4人か、4人やったわ。よかった、4人とマキアスだったわ。次はね、エマ行こうかな。
そろそろお母さん起きるな。ベンチね。確かにね、食べ物かもね。ね、今すごい髪飾りいい、かわいい、でかい。確かにね。頑張るぞ。こういう遊びの時はやっぱりメガネがない方がすっきりしますね。確かにね。もう普段でも使わなくなりましたが、たまに目元が寂しいなって思うことがありますね。No。 素顔が一番って、まあ恥ずかしいですリンさん。でもお世辞でも嬉しいです。はやみん可愛い。巡回魔女として各地を旅して回っていますが、たまに見かける素敵な風景に心動かされることも多いんです。リンさんも旅はお好きですか？リン君は好きでしょう。写真撮るのも好きだしね。はい。私と一緒にしたいですか？え、そう言ったの？そのそうだね。私もです。リンさん、リンさんに見せたい景色たくさん見つけてきたんです。うんと。穏やかな時間ですね。こういう時間いいよね。贅沢にももっと一緒にいたいって思っちゃいますね。いいんじゃない。あ、違うんかい。思うだけならただですよね。リンさんにもそう言ってもらえて嬉しいです。この水着おばあちゃんと相談して選んでみたんですが、白のビキニタイプなんてちょっと目立ちますよね。確かにね、確かにね、確かにね。可愛いね、下半身とかも。ノーノーなのか。に、似合っていますか？似合ってる。よかった。でも改めて見られると少しだけ恥ずかしいですね。少し肌がヒリヒリしてきました。あら、そろそろ日焼け止めを塗り直した方がいいでしょうか？塗ってあげようか。ノーってなんだ。ノーってなんだ。リンさんが塗ってくれるんですか？あー、ですよね。はい、塗ります。恥ずかしいけど僭越ながら。嬉しいような。はい、いい。それではお願いします。え、ちょっと待って、塗るってどうしたらいいんだろう。お、塗るの？塗るの？あ、なんだ、びっくりした。普通のミルクティーとは違う楽しみ方があって面白いですね。確かにね。そのリンさんさえよければ、はい、このタピオカミルクティーとの記念写真も一緒に撮ってもらえませんか？うん、もちろん。おばあちゃんから映え写真を忘れるなと念を押されているので。精神を見せつけてやろうぜ。あらら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 、どこ見ればいい、どこ見ればいいですか？どこ見ればいいですか？マジ顔見ますか？すみません、かわいい。付き合わせて。いや、いいよ、かわいい。その、ね、めっちゃかわいくない？私何か変なところでもありますか？いや、めっちゃ可愛いなと思って。そんなにまじまじと見られると恥ずかしいです。人からまじまじ顔を見られた経験は、あ、ごめん、私の気のせいならいいんですけど。あ、気のせいです。変なところを見てませんよね？その見事な谷間だなと思って。やっぱり見てるじゃないですか。そういうのは、その、はい、あんまり良くないと言いますか。あ、良くないっすか？良くないよね。とにかくジロジロ見るのはダメですからね。ね、ハヤミンが可愛いです。タピオカはないんだね。で、こっち、
うん、この角度で大丈夫かな。ねえ、本当に可愛い、ハヤミン。この角度で大丈夫かな。誰だっけ、なんか自動的に行った時がすごい気になるよな。あ、はい、なんとか取れました。うん、取れた。すみません、リンさん、ご迷惑をおかけして。全然いいよ、いいの取れた。よければですけど。はい、何ですか。この写真を手帳に入れて持ち歩いてもいいですか。え、全然いいよ。え、構わんよ。え、なんでですかね。これでなんで旅の最中の楽しみが増えました。うん、よかった。ね、なんでイエスじゃダメなの今の。ね、女の子難しすぎ。あ、見たい。ね、それ見たい。そう、さっきも言おうと思ったけど、爪の色ね、水着と合わせてるんだね。おしゃれ。爪までおしゃれするっていうのは前日からやんないとあれだから、相当気合入ってないと爪の手入れってしないよね。私はしないもん。すごいな、かわいいな。え、みんなかわいいな。うん、こちらこそめっちゃ楽しかったよ。うん、伝えておきますね。でもこの写真は自分だけのものにしておきたいかな。いえ、何でもありません。リンさん、また何かあれば言ってくださいね。うん、はい。ねえ、なんかすごい今幸せだわ、私。欲しいわ、すごい幸せなんだけど。何この満たされる気持ち。女の子っていいですね。女の子っていいね。どうしようかな、今の気分は。でサラじゃないな、フィーちゃんかな。うん、フィーちゃんかな。フィーちゃんはベンチね。フィーちゃんその格好すごい可愛いよね。フィーちゃんに超似合ってると思う。ビーチフラッグ。うんうんうん、サラユーナチームか、なかなかすごそう。あ、てか首元に鈴ついてるんだ、猫だね。そういえば、うん、この水着似合ってる。うん、超似合ってる。適当に選んじゃったけど、ちょっと大人っぽすぎたかも。適当に選んじゃったんだ、一人で選んだの。似合ってるよ。やっぱりもっと機能的な方が私には合ってるかもね。え、学院に入った時は、うん、リンとこんな風に家族みたいになれると思わなかった。本当ね、リンも私のこと今でもそう思ってくれてる。え、ちょっと待って、その説明はとても難しくないですか。どういう家族。うん、むずい。そっか、むずいよ。これからもよろしくね、リン。かわいい、うん、風が気持ちいいね。確かにね、ずっとこうしてたい気分。うん、その二人でいるからかな。うん、イエス。リーンも同じ気持ち。ちょっと嬉しい。ねえリーン、やっぱりいつか遊撃士をやってみる気はない？ねえ、ほんと。エステルとヨシュアみたいなコンビになれたら楽しそうだね。確かに、確かに。わしはそうしてほしい。イエス。サラのケースもあるし、そんな可能性もゼロじゃないよね。ね、共感も道半ばだろうけど、じゃあ期待だけはしておこうかな。え、めっちゃそうしてほしい。ねえリン、成人した時どんな気持ちだった。どんな気持ちだったか。20歳まであと2年くらい。うん、そう考えると
待ち遠しいな。そうね、待ち遠しいかな。楽しみにしてくれてるんだ。うん、もう少し待ってて。成人したらみんなとお酒を飲んだり、リンとも、もっと。かわいいよ、かわいいよ。どんなものかと思ったけど、うん、なかなか美味しいもんだね。うん、お腹にもたまるし、行動食にも。いや、さすがに動きが重くなるかな。ね、水分だしね、動いてタポタポするしね。いで、トイレも近くなるし。そういえば、このタピオカミルクティーと一緒に自撮りするのが流行ってるんだって。少し前にゼノがレオを無理やり誘って一緒に撮ったらしい写真を送ってきてね。さすがにあれは暑苦しかったけど。待って待って、ゼノがレオを誘うの。ウケるんだけど。いい機会だし、お返ししようかな。え、うん、リン付き合ってくれる？それは大丈夫か？命、リン君の命が大丈夫かなっていう心配があるんだけど、私。ちょ、控えに行くじゃん。いや、でもなんか一緒に写ってる時点でもうなんかダメだもんな。親としてなんかこういろいろ妄想されちゃうもんな。大丈夫かな？殺されないかな？大丈夫かな？はいはい。あ、かわいい。え、見た？今の。ね、今の見た？めっちゃ可愛かった。こっちを向いたらうまく撮れないんだけど。うん、だよね。でもなんか可愛いなと思って。そのリン、ちょっと近い。うん、ん、なんで鼻の下が伸びてるの？伸びてるかな。ニコニコしてるけど。何を見てるのかと思えば、まあ、リンなら別にいいけど。飽きたら写真に集中してね。飽きたら。果たして父に飽きはあるのか。何を見てるのかと思えば、まあ、リンなら別にいいけど、飽きたら写真に集中してね。かわいいなあ。あれ、ほい。難しいね。リン、もうちょっと寄ってくれる？結構持ってあげたらいいのに。お、難しいね。リン、もうちょっと寄ってくれる？え、寄るのはどうしたらいいんですか？何を見てるのかと思えば、まあ、リンなら別にいいけど。飽きたら写真に集中してね。飽きたら写真に集中してね。本当に可愛くない？こうしてるとリンの鼓動まで分かっちゃうね。本当だ。私のは聞こえる？めっちゃ聞こえる。めっちゃ聞こえる。なんで？そっか。なんで？ちょっと恥ずかしい。一回脳にしてみようかな。あったかくて心地よくて、いつまでもこうしてたいかな。はあ、可愛かった。本当にフィーちゃん可愛い。本当。大丈夫かな。どうしてって言われたらな、身の危険を感じるからかな。いいんだ、リン君。可愛い、可愛いっていうか優しいね。ね、今度会った時怖いね。腹だけくくるか。そうだね。最近はギルドも忙しいけど、久しぶりに心から安らげたかな。リンと一緒にいると帰ってきたって感じがするから。家族として、いや、それ以上の存在としても支え合いながら。うん、きっとどこまでも頑張れる。はーい、もう慣れたもんですよ。これ私も慣れたもんですよ。深く考えちゃいけないんだよね。このゲームは必
可愛い女の子を見るゲームなんですよそう、可愛い女の子を見るゲームで、なんか深く考えすぎると病む病むぞリン君。このまんま女の子をガンビン会にしよう今回は。ねそうね、トア先輩かな。いや待ってよ、アルフィンかな。うん、ベンチね。アルフィン殿下もなかなかこう奇抜な格好をされてらっしゃいますよね。うん、女の子だね。てかカップルドリンク少ないんだねはい、リーンさんのそばにいるとやっぱりどこか落ち着きますね。うん、そうだ、またいつかの冗談みたいにお兄様って呼んでみてもいいですかこだわるね。てかお兄ちゃんでいいのどうかな。でも仕方ありませんねリーンさんの妹の座はやっぱりエリゼだけのものでしょうから。うん、お兄様の結婚式思い返しても本当に素敵でしたね。うん、いつか私も誰かとバージンロードを歩く日が来るんでしょうか。そら来るよ、好きな人とね。はい、それってもうリンさんたら時々大胆なんですから。リンさん、つかぬことをお聞きしますけど、私のこの水着似合っているでしょうか。似合ってるか似合ってないかで言ったら、ちょっともうちょっと可愛らしいのを見たかったな感が否めないから、ちょっとノーってやってみていい？そうですか。ショックよね。私もそう思う。それは残念です。ね、残念よね、ごめん本当に。他の皆さんに負けてられません。もっとセンスを磨かないと。いいなそういうの。思うことがあるんです。皇族という壁さえなければ今頃もっとリーンさんとの関係もって。あー、そういうの考え出したらあれよね。イエスままなりませんけど、だからこそ出会えたとも思います。うん、これからも大切にゆっくりとでも育めたら嬉しいです。うん、リーンさん、そのもう少しだけ近くに寄ってもいいですか。うん、いいよどうか今だけは独り占めさせてくださいね。この甘さとつぶつぶの食感、癖になっちゃいそうです。そういえばタピオカミルクティーと一緒に記念写真を撮るのが女学院でも流行ってるんです。映えるなんて不思議な言葉を聞くんですけど、どういう意味なんでしょう。今さ、私がプレイしてるのが一応タピオカミルクティーのブームがある程度落ち着いてる時にやってるんだけど、これどう数年後数年後こんな時代もあったねっていう風にプレイするんかねもしよければリーンさん、一緒に試してみませんか。なぜ父に行くのか。リーンさん、はい、って気づいてませんよなんて小悪魔ですねいや、殿下、すみません、やっぱりちょっと恥ずかしいので。もう、リ
リンさんにもこんな一面があったなんて驚きです。ね、何気にリンくんあれよね私は気にしませんけど、ね、気にしませんけど気にしませんけど、ちょっと待って、顔に行きたいんですよ、わし。おい、リンさんどうかしましたか。いやー、綺麗ですね、アルフィン殿下。さすがにこの距離だと照れますね。せっかくですから映える写真を撮りたいです。映えるってなんだろう。私はタピオカミルクティーは何回か飲んだことはあるけど、自分の顔と一緒にセットで撮ったことはないぞせっかくですから映える写真を撮りたいです。なんだか今すごく満たされている感じがします。ね、楽しいよね。リンさんの前だと私ただのアルフィンになっちゃうというか。ダメですよね、もっとしっかりしないと。の、むずい。それでもいいですか。リンさんは本当にいつもありがとうございます。あなたのおかげで私は、なんかちょっとでも心の支えがあるっていいよね。こう、あ、疲れたなって思った時に心に燃えが灯る感じ。確かに確かに確かに。データ大事にしてね。それと、その他にもいろいろとありがとうございました。なんだか思い出すとちょっと顔が熱くなっちゃいそうですけど俺の方でも、俺の方までちょっと動揺してますわし。はい、いやアルフィン殿下はお美しい。もうなんか、なんだろう、10年後どうなっちゃうんだろう。相当なお美人さんに。さて、ねラウラかな、行きましょう。テーブル席、カップルドリンクだ。ふむ。またか、またかって。またかになった。こういうのお約束、同じ釜の飯のカップル版。野田野田、やぶさかではない。うん、かわいい。ラウラ、せっかくの機会だ。はい、後で向こうの小島まで競争してみるか。ああ、その話、はい、いいよ。そなたと泳ぐのは学生時代ぶりか。久々に楽しませてもらうぞ。しかし、みんなの水着を見ていると女だてらに眩しくなるな。正直、色気では到底かなわぬであろう。そんなことないよ。そう言ってくれるのは嬉しいが、面と向かって言うのもどうなのだ。確かにね、まあ、リン君だから。今日は手作り弁当を作ってきたのだ。マジなん。そのよかったらそなたにも味見してもらいたいのだが。もちろん、懐かしいね。期待しているがよい。ずいぶん研鑽を積んできたからな。ね、いつでも嫁に行けると父やクラウスも
なんでもない。そんなこと言ってんの？思えばそなたとは何度も稽古をしてきたものだが、うん、こうしてひたすら二人でゆっくりするのもいいものだな。うん、本当ね。そなたも同じ気持ちか。そのもう少し近くに寄ってくれてもいいのだぞ。さっきから何やらチラチラと見ているようだが、そんなに私の水着姿が気になるのか？全然見てなかったけど気になるんじゃない？え、ダメなん？うん、ガン見。正直なのはいいが、もう少し帝国男子たる慎みを持つべきだな。なるほど、確かに言われてみれば確かにな。グーのでもでも、うん、覚悟は定まった。定まった、行こうか。カップルドリンクとやら今こそ乗り越えようではないか。かわいい。カップルドリンク飲んだことないんだけど。ちょっと顔が近すぎる気がするが。かわいいかよ。えい、ママよ。こうなったら一気に片付けるとしよう。かわいいかよ。じゃあ父じゃないの、顔なの。父に行くしかないの。顔行きました。そんなにまじまじと見るでない。ほら、今はドリンクに集中するがよい。だからリン、もう好きにするがよい。好きにしていいんだ。とっとと片付けるぞ。片付けるぞ、片付けるぞ。リン、ん？そなたどこを見ているのだ。頼むから真面目にやってくれ。私はこれでも真剣なのだからな。私も真剣にね、動画の映えを気にしてやってるよ。リン、そなたな、まったく。やっぱりリンもどこまで行ってもおのこということかね。おのこね。私は男の子じゃないからわかんないけど。恥ずかしさはともかく、うん、意外と美味しいものだな。ね、美味しそう。いいな。酸っぱいのかな。恥ずかしさはともかく、うん、意外と美味しいものだな。うん、時間をたたてる。ほんとラウラスタイルって感じするよね。はい。そのリン、はい、そろそろ私は限界なのだが。限界か。もしよければ飲み干すまではお互い目をつむっていることにはせぬか。難しいな。じゃあイエスにするか。むずいな。それでは。リン、そなたやっぱり目を開けているではないか。ガン見してたわ。もう限界だ。頼むから早く終わらせてくれ。ラウラハン、なんか疲れない？大丈夫？ね、普段見られないようなラウラが見れたね。あまりからかうでない。だがまあ、おかげで楽しかった。礼を言わせてもらうぞ。うん、楽しかったね。おい、いやー、ぶっ続けで1時間やってるけど、なんだろう言葉悪いけど、疲労感が。テンション上がりすぎた疲労感が。いや、しかしここはトア先輩かな。トア先輩何かな。デッキチェア、あ、かわいい。先輩とこうしてくつろげるのも久しぶりですね。うん、よかったね。
羽を伸ばしましょう。トア先輩最強に可愛いな。これから先のことなんてわからないけど、リン君は私のことずっと見ててくれるかな。うん、うん、ありがとう。なんだか面と向かって言われると恥ずかしいね。ねえこの水着どうかな。やっぱりちょっと子供っぽかったかな。なんかそこがいい、そこがいいんだよな。うん、頑張ってないところがいいよな。ノーかな。そうかな。そう言ってもらえるとなんだか自信が持てそうかも。リーン君も大きくなったよね。ね、もう頭を撫でてあげられなくなっちゃった。かがもうか。あ、ごめんね、変なこと言っちゃったかも。そんなことないよなのかな。いいえ。リン君は優しいね。ね、優しいよね。そのついつい甘えたくなっちゃうかも。いや、甘えてほしい。それにしてもリン君の髪の色改めて戻ってよかったなって。本当にそれ。銀髪も良かったけど今の方が凛とした男らしい顔立ちにはリン君には合ってると思うよ。私もそう思う。ありがとうございますかな。イエス、ありがとうございますって。リン君は気真面目だね。思わず変なこと言いそうになったけど気づかれなかったよね。何を言いかけたの。ねえ一般的になんだけど、うん、男の人ってやっぱり胸が大きい方がいいのかな。ごめんね、私ね性別はね男の子じゃないんですよ。え、何。そのリン君あんまり見られると恥ずかしいよ。父の質問に視線で返してしまった。なんだか顔がほてってきちゃったっていうか。はい。ごめんねリンカ、一口もらうね。うん、いいよ。あれ手紙みたいなのがあるけど。はい、ささやかなプレゼント。かわいい、どうしよう、かわいい、かわいいな。よかったらだけど、うん、髪飾りもお願いしていいかな。ちょっと待って、かわいすぎんか。ねえトア先輩かわいすぎんか。どうしたらいいの。とりあえず顔見ましょうか。詰めないで、恥ずかしいよ。かわいい。うん、リン君がいいならいいけど。トア先輩の声優さん、ほんとかわいいよね。ちょ、リン君、はい、どこを見てるの。はい、はい、はい。あんまりハメを外してたら怒っちゃうんだからね。怒っちゃうんですね。怒っちゃうんですね。胸ばかり見ないでよ。かわいい、かわいい、モナエル、かわいい。素敵だよね。ね。はあ、VR が欲しい。気分かも。あら、ほんと。ミーシュちゃんには感謝しないとだね。うん、うん、ありがとう、リン君。このお花、大切にするね。うん、
あーかわいい、胸が苦しい、かわいい。どっと疲れた、私もなんかどっと疲れたわ。いい気分転換になったし、今日のことはこれでいいかな。なんでもない。想像以上に楽しかった、よかった。それはどういう意味？そうなんよね、私も楽しいけど、リン君が何より楽しんでほしいよね。まあいいけど、私も楽しかったし。はい、また後で。ほい。さて、大鳥さん、大鳥っていうか、まあ大鳥ですかね。アリサって私何であれって思ったんだっけ。はい、それいきます。だが、あー、カップルね。カップルの方か。いや、と言ってもな、花飾りもあれか、サラっぽくはない、大人っぽくはないか。え、サラ、そう、私ね、サラね、好きなんですよ。サラがすごい好きなんですけど、1、2の時のサラが好きなんですよね。なんか3以降ちょっとマイルドになりすぎ、もうちょっと私切れ目のサラが好きなんですよね。そう、なんかビジュアル的に1、2の方が好きなんですけど、と今からデートなのにそんなことを言っちゃいつつ、カップルドリンク。でも美しいよね、サラね。なんだろう、髪の色薄くなったかね、なんかこう色合いが好き。あとね、サラがリンクのこと君っていうの好き。かわいい。なんか、うん、このサラとリン君のこういうなんか間柄とかやりとりとか好きですね。うわー、いいね、なんかサラっぽい返しが。ラッキー、望むところ。パインだね、パイナップル食べたいな。それにしても君も女泣かせというか。本当に？この手のシチュエーションはもはや慣れたものかしら。本当に？一応言えって言っとこうかな。ウブです。その言葉お返しします？って私は言うほど恋愛経験が豊富なわけじゃ。って今のはなし。カップルドリンクか。どうせならアルコール入りの方が良かったかもね。イエス？君がよければ今夜二人っきりで飲みに行きましょうか。酔っ払っちゃったら解放はお願いね。で、どうなの？ん？お姉さんの水着の感想は？お姉さんの水着の感想はすごいサラっぽくて好きです。ありがとう。君が喜んでくれるならもっとセクシーな水着でもよかったかもね。いいんじゃない、黒で。ビーチで遊んでたら何気に汗をかいちゃったわね。あまり近づかないでくれる？ええ、脳なのかな。むしろいい匂いがするって、君言ってて恥ずかしくないの？それ、ね、それはどうなの。でも悪い気はしないわ。というか、私の好みのタイプは素敵なおじさまだったんだけど、それが180度変えられちゃうなんておかしな話よね。あら、私は四尺角下とくっついてほしいですけどね。これは何ですか？イエス、はい、難しい。変えた張本人が肯定する？けど君に転がされるなんて私もまだまだね。さてと、このままじゃ時間ももったいないし、このやたらと甘そうなドリンクを二人で試してみるわよ。
いざ飲もうとするとやたらと気恥ずかしいわね。って私ってば何を年頃の娘みたいなことを。いいんじゃない、女の子はいつでも乙女だよ。知らんけど。さあ行くわよ。行きますか。行きましょう。ちょっとこの距離で見つめるのは反則よ。可愛いですね、サラさん。サラさん可愛いですね。君って子は言うことを聞かないんだからね。言うこと聞かないんだから。リンク何気に頑固だから。あ、太ももにベルトしてるんだ、かっこいいね。君も男の子というか悪い気はしないけどね。そうなの、父を見つめられて悪い気がしないの。やれやれ、思春期の男子みたいね。まあいいわ、それならそれでせいぜい堪能なさい。いいなね、無性に手、その何、谷間に手を入れたい。手入れてみたい。なかなかなくならないわね。君もちゃんと吸いなさいよ。チューチュー。なかなかなくならないわね。君もちゃんと吸いなさいよ。やれやれ、思春期の男子みたいね。まあいいわ、それならそれでせいぜい堪能なさい。なんかこの量の乳。それにしたって、はい、距離が近すぎるわね。これじゃまるで本当の恋人同士みたいじゃない。はいかな。そうですねって言ってて恥ずかしくないの？年下なのに私の気持ちをこんなにかき乱すなんて。君には改めて叱るべきお仕置きが必要かもね。どんなどんな。うん、苦戦させられましたね。それにしてもやっぱり君は侮れないわ。けどお姉さん相手にいつも優位に立てるとは思わないことね。それはともかく、また私を誘うつもりなら次はとことん飲みにでも付き合ってもらおうかしら。お互いベロンベロンになるまで飲み明かすから、そのつもりでね。なんか思いのほかすごい全力で楽しんでしまった。あ、うん、プレイボーイなお兄さんには特別にこの花もプレゼントしちゃう。あ、ほんと全員分。ミリアムちゃん、セリーヌ、デュバリー。確かにミリアムちゃん候補にいないか。まあね、そうだよね。なんかバグってるけど、え、バグってるけど急にバグったけど右が。あー、 VR モードでいつか遊んでみたいな。そんなリン君を足を見てたのかな。よし、じゃあ男子たちのスイカ割りのボイス集めしようかなって思ってたんですけど、編集大変そうだしやめとこうかな。うん、というよりこの女子たちですごい満足しちゃったな。残りは裏で楽しみたいと思います。ではここまで見てくださってありがとうございました。またねー。